魅力伝えたい。ミーコ TV。はい、こちら事務所丸さんには石田三成のいろんなものが飾ってあります。そして山本浩二さんのサインもあるということで、直筆だそうです。貴重ですね、本当に。素晴らしい、さっき見てたんですよね。はい、もう感動でここからは変わりまして、ここからはいつも面白いポチカに変わりまして、メガネがお送りしまーす。この番組はご覧の提供でお送りします。あ、ここは県大ゴミラです。ゴミラ、我がゴミラいっぱいゴミ食べてくれてますね。いっぱい食べてますね。かわいい、綺麗ですね。はい、はい、こっちではソレイケ射的キッズって言って、あそこにいる怪獣たちをこのキッズたちがね、撃って倒してくれるという。楽しそう。楽しそう。キッズじゃないけどしたいですね。ね、やってみますか。キッズやりますか。やっちゃいましょうか。どうぞどうぞ。ビームで怪獣を倒すんですね。そうです。おお、一番キッズっぽいゆいちゃん。お、まあまあ一番最年少ですからね。いや、でしょでしょ。でしょ。いや、でしょじゃない。本当にそうですよ、ね。本当にそうでしょでしょ。19歳キッズの力を発揮したいと思います。意外と飛びますよ。意外と飛びます。でん。え、あのこの緑の怪獣、目の前のやつを、はい、いきます。3、2、1、ドーン。意外と強い。じゃあこの一番端のピンクで、ピンクで可愛いやつ倒します。3、2、1、ドーン。おー、イエーイ、イエーイ、イエーイ。イエーイ。いや、キッズいいと思います。自称一番若い。あと2回。え、ちょ、あと2回誰かされませんか。倒してください、全部。いや、全部倒してください。こちらには面白い方が来ていただきました。来年のホープの一押しの2回生です。自己紹介お願いします。僕の名前は高潤と言います。高潤か、はい、高潤君、僕たちは、本部署は自分の古風祭を周りにいっぱい来てほしいから、地域の人とか、うん、それを宣伝してる仕事してます。秋ですね、古風祭というのが11月の11日と12日の2日間開催であります。場所は滋賀県立大学です。はい、見どころは、見どころは頑張ってまだまだカメラは苦手なようです。はい、イエーイはい、ありがとうございました。ご夫妻来てねー。イエーイ。
キッズはキッズは楽しめるキッズ、はい、キッズ感想キッズ感想キッズにはすっごく楽しめますでおすすめですキッズだったんですねキッズ心はキッズなんですよ永遠のはいちょっと知ってたはい知ってました一発目まあまあ飛んでって面白かった2度目の一致ですよそうあ一致おいしそうオムレツフランクオムレツフランク売ってますだそうです。え、他人事？軽いですね。フォーム。おお。革製品の。なんかいい感じの小物がいっぱいあって。ああああああ。フナ。メンバーの。いやフナちゃんで。フナちゃんと遭遇しましたこんにちはこんにちは何してはったんですか普通にトイレ行ってましたトイレ行ってたんやトイレかさっきシューアイスいただいてきました ありがとうございますどうでしたか美味しかったですよ美味しかったです私も食べました。何味ですか？私メープルで。メープルどうでした？美味しいです。美味しいですか？誰も頼んでないやつ。誰も頼んでない。よかった、よかった。ニコ TV 的によかった。あのオムレツフランクは食べます。よし、食べてます。ケチャップつけたら最高でした。最高です。シューアイスとどっちが良かったですか？フランク。ちょっと次はオムレツフランクにしよう次はオムレツフランクにあオムレツフランクでオッケーだったのがちょっと厳しいみたいなあジェットコースターはおもろいやつ出てこーいあここに来ないと声が入んねん声が入んねん我が期待の2回生です2回生来年のミコ TV を引っ張ってくれるだろう次期おゆうさんみたいなキャラクターになってくれるマジかこんなシューアイスが嫌だとミコ TV で大喜利すんのはい中身がマヨネーズやばい、リーダーの中これはひどいお前ら、ネタ仕込んどいて笑えよ笑ネタ仕込んどいて笑えよいや、面白いさすがシオランドはぜひ来てください11月4日と5日の日に主題者実行委員会主題者を行いますぜひ皆さん来てくださいイエーイいただきます。山椒がね、美味しい山椒ですよね、これはいすごいでかいあ、いいんですかあった美味しそう美味しそう、めっちゃあ、大きい大きい普通はこのサイズなんですあ、そうです、ありがとうございますあ、そうなんですか来たのはこれやったんですよはいちょっと、2週間前からこう履いてるんで用意してたんで、ちょっと小さいですなるほどあ、美味しいなんですけど、今日帰って、パックして明日から行く。大きいの、身がホクホクしてますね。はい、普段は彦根駅の前でやっておられます。八百屋さんです。はい。行きたいですね。ね、おいしいですね。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。あ、美味しそう。美味しそう。こちらお魚屋さんですね。魚屋さん来ました。いつもいい匂いしてるお魚屋さん。ここもちいか大好きです。このまま食べてすごい。美味しそう。
ください。美味しい、気持ちいい、こう美味しい、ケンサキーなのですごい柔らかいです。あー、いいな、白米とぜひ合わせたいですね。ご飯食べたいです、ね、ご飯食べたい。はい、今日は5人で勝負市を回ってきました。楽しかった、楽しかった、美味しかった、美味しかった、美味しかった、はい、で、あの、なんかいろんなお店ありまして、でそれぞれの大学にもね、いろんなもの出されて、面白い子も紹介してもらって、はい、ね、いいたくさんの後輩さんがいらっしゃって、で楽しそうでしたね、皆さん、はい。大学のブース自体はいかがでしたか？あ、そうですね、シュークリームをなんか予定は80個ぐらい予定したんですけど、その予定超えて140個売り上げてた、はい、ありがとうございました。頑張ってください、はい、県立大学のブースでも、あのオムレツフランクは食べ物としてなんですけど、もう一個のシャテキッズの方が、ちっちゃい子供の子がこうなんかあどけない感じなのにシュッてあのビームを発射するギャップが僕は個人的にすごい面白かったです。あれね、ビームになってたんですよね、お腹からビームを、ポーンって打ちましたね、ポーンって、キッズに負けずゆいちゃんが楽しんでくれました。キッズ代表としてミコ TV の代表、はい、代表です、務めてきました。ということで、はい、今日は花勝負通りの勝負位置をお届けしました。いい音してますね。夏ですね、夏ですね、夏ですね、はい、ということで次回のミコ TV もお楽しみに。バイバーイ。